ブラン城ブラン城は、ルーマニアの南部、トランシルバニア地方のブラショブ県南部の山中に位置する古城。歴史的、建築学的な遺跡でもある。ブラン城について、最初に言及している文書は1377年11月19日に、ハンガリーのラヨシュ一世によって、ズボレンで出されたもので、ブラショフのトランシルバニアザクセン人たちに、彼らの職人たちの金で、新しい石造りの要塞をブランに建てる権利を承諾するという内容である。文書にある石の要塞が建設される前、この場所にはドイツ騎士団によって1211年から1225年の間に建てられた木材製の国境の要塞があったと推定されている。ブラン城は建設後ハンガリー王家の所有となり、大方はトランシルバニアのボイボドによって管理され、近くにはトランシルバニアとワラキアを結ぶ参道で関税を徴収する場所が作られた。1407年、ドイツとハンガリーの皇帝であったジギスムントは、オスマン帝国からの侵略に対して、同盟関係を結んでいたワラキア公国のミルチャ、老公に、ブラン城とボロガの所有権を与えた。1419年まで、ブラン城は、ワラキアの統治者の所有であったが、1427年、ジギスムントはブラン城の管理権をトランシルバニア公に移した。1498年、ハンガリー王ブラディスラフ2世によって、ブラン城はブラショフの死に賃貸された。その後、1513年からは、ブラショフ氏が所有権を持つこととなった。1920年、ブラショフ氏の評議会は、ルーマニア国王フェルディナンド1世の王妃マリアに、1918年12月1日の大ルーマニア統一の実現への彼女の貢献に対する感謝の印としてブラン城を寄進した。城はマリア王妃によって改修され、その住居となり、ルーマニアの伝統的な家具及びタペストリーなどの装飾品で飾られた。城と装飾品は彼女の娘イレアナ王女に遺産として残されたが、1948年の王家の国外追放の後、共産主義政権によって、ルーマニアの国の財産に組み入れられた。その後、城は一部を歴史と領主の美術品の博物館として整備され、1956年に一般の見学客に再び公開された。1987年には修復が始まり、工事はおおよそ1993年に完了した。2006年、城は、イレアナ王女の実子であり遺産相続人のニューヨーク州の建築家、ドミニク・ハプスブルク・ロートリンゲンと、その姉妹に返還された。所有者たちは、3年の間、博物館としての用途を変更できないという義務を負った。ルーマニアの国は、城の改築と維持の費用も引き受け、そして将来の城の買い上げに関する優先権を持っている。2014年、所有者らは高齢を理由に、ルーマニア政府に対し約$8000万で売却交渉に入った。ブラン城は、ブラショフから 30km 弱の地点、ブラショフとクンプルング、ピテシュテを結ぶ幹線道路である国道73号線沿いに位置している。現在、博物館は城の4階層にわたって展開していて、陶器、家具、武器や甲冑のコレクションが展示されている。また、城の敷地内には、ルカールブラン地方の伝統的な農村の建物が展示されている小さな野外博物館がある。ドラキュラの城ということにちなんで、毎年イベントで10月31日はハロウィンパーティーが行われる。2012年、トリップアドバイザーの企画、バケットリストの世界の名城25選に選ばれた。2018年3月16日、日本の技で世界を、修理世界。職人ワゴン2018で、約30年この城を管理する管理主からの依頼で、日本人の職人が、19世紀頃使われていた机、地元の職人が直してもすぐ止まること系、鍵が壊れた扉を修理をするところが放映された。アイルランドの作家ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラに登場するドラキュラ城のモデルとされているが、ドラキュラのモデルとされるヴラド3世イグイサシ公は、実際にはこの城には全く住んでいなかったと考えられている。居城としていたのは彼の祖父であるミルチャロー公である。ブラド公の住居は実際にはルーマニア南部のトゥルゴビシテ、またはポエナリ城である。また作品のモデルとなった城はザ・エッセンシャル・ドラキュラという本の中でクレア・エワード・マデンはブラム・ストーカーが招かれたことがあるイギリスにあるスレインズ城から着想を得たと見解を述べている。ドラキュラの城売り出し中、ルーマニアの古城が所有者高齢化で。ニコニコニュース。http://news.nvideO.jp/watch/nw107061420114 年5月17日閲覧。死ぬまでに生きたい世界の名城25。地球の歩き方2017から18ブルガリア。ルーマニアダイヤモンドビッグ社2017年224ページ ISBN 978から4から4780601931エワード・マデン、クレア、ザ・エッセンシャル・ドラキュラ、ロンドン、バイソン・ブックス、1992、スレインズ・キャッスル、ビルディングス・アット・リスク・レジスター・フォー・スコットランド、ロイヤル・コミッション、オン・ザ・エンシェント&ヒストリカルモニュメンツオブスコットランド2012年10月17日閲覧ありがとうございます。